八戸市にある渚カフェ。そこはたっぷりの野菜の恵みから心と体に栄養を蓄えられる空間。食育料理家の渚直子さんとともにお弁当箱を季節のギフトで満たします。7月は長芋入りのピーマンの肉詰め弁当。今週はオレンジ色が目を引く人参とキャベツのラペを作ります。食物繊維とスパイスの力で腸内がすっきりするおかずです。最近は本格的に暑くなってきて結構胃腸が疲れる季節になりましたよね。そうですね。今回キャベツを使っていくんですけれども、キャベツにはキャベジンというその胃腸の調子を整えてくれるビタミン U が豊富に含まれているので、今日はそちらを使ってサラダを作っていきたいと思います。用意する材料はこちら。クミンが入ることで夏を感じるエスニックな香りがしますよ。まずキャベツと人参を千切りにします。それらをボウルに入れ塩もみして10分から15分置きましょう。冷たいフライパンにクミンとオリーブオイルを入れて火にかけ、いい香りがしてきたら火を止めます。別なボウルに酢、砂糖、レーズンを入れて混ぜておき、そこに水気を切った野菜とクミンの香りがついたオイルを混ぜ合わせます。お好みで塩コショウを加えて完成です。クミンによってカレーのような味わいがプラスされ食欲がそそられます。来週はお弁当に彩りをプラスするおかずを紹介します。